食の贅沢です。今回はちょっとご報告がありまして、というのも僕以前までブログをやっていたんですけれども、そのブログを改造してレシピサイトを自作しましたっていう話を今回していきたいと思います。できっかけとしては、半年ぐらい僕料理動画を上げてたんですけれども、その料理動画としてだけでなくて、レシピとしてもこの資産を残していきたいというか、資産っていうと響きがちょっとかっこいいんですけれども、料理動画だけじゃなくてレシピを残していきたいと思ったのが一つです。で、あと一つが、実際に僕の料理動画を見てこう作っていただくっていうことを前提に考えた時に、あった方が絶対便利だなと思ったのがきっかけの一つです。で、特に僕の料理動画を見ながら実際に作ろうって言った時に、こう巻き戻し早送りをこうやったりとか、あと概要欄でもこうフリックをへーってやらないと見れなかったりとか、だからこそ一目で見れるようなレシピサイトが必要だなっていうか、あったら便利だなって思ったので今回は作ってみた次第です。僕のレシピサイトの特徴なんですけれども、ブログを改造したものなので基本的にはすごいシンプルな感じになってるんですけれども、すごい分かりやすさを重視して作っています。例えば材料とか作り方がこうスマホ一画面で見れたりとか、あとおかずで言えばがっつりおかず、ヘルシーおかず、ちょい足しとか、そういうカテゴリー分けをしてみたりとか、あと材料検索機能とか、そういうのつけてこう見やすくっていう形をちょっと重視して作ってみました。それで特に検索とかで一番上にこう出てくるレシピっていうんですか、そういうものよりも特に美味しいっていうのはまあ第一前提として、例えばレシピの分量だったりとか、あとポイントだったりとか、あとレシピそのものの文章構成だったりとか、そういうものにはもうかなり自信がありますので、ぜひ料理動画と一緒に僕のレシピサイトの方も合わせてご利用いただけたら幸いです。で、あとちょっと言い忘れたことなんですけれども、今の段階で僕のレシピサイトの方で大体70レシピ入ってます。まあ、自分でもちょっと驚いたんですけれども、ぜひ料理動画と一緒にレシピサイトの方も合わせてご利用いただければ幸いです。ご利用ご覧いただければ幸いです。まあ、ご利用ですね。ということで今回はちょっとご報告になるんですけれども、これ話を締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。